ピョキンです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マリオルーズヒズドライバーズライセンスということで、マリオは運転免許を失うということでしょうか。でね、これすごい珍しいんだけど、足跡の数とチャレンジ数が多いのにハートが1しかついてないんだよね。だいたいここまでプレイされてる人がいたら、それに比例してハートの数っていうのは増えてくるはずなんですよ。でもいいねの数がたった1ということで、すごく気になりました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.95%。 さあマリー、運転免許を取り戻しに行こうじゃないか。そして取り戻した暁にはフェラーリでも買ってブイブイ言わせちゃろうぜ。さあまずハテナブロックを叩く。カールって書いてるね。開幕成敗されたでござる。なるほどね、まだブイブイ言わせるのは小物だから早いと。それじゃあこのコース、マリオがブイブイ言わせるまでの物語だと思って見ておいてください。さあここで私のフェラーリを手に入れる。フェラーリ乗ってないよマリー。ボケーン。これなんか上に行けるんだけど、上なんかあんのかな。うわ、なんかあったよ。シューズって書いてんのかな。いや実はこっちが正解みたいな。とか言うとでも思ったか。だいたい最初のこういう設置は罠っていうのは分かってた。まあこっから本編開始っていう感じだね。で、左側に追っておいたらフェラーリに乗れるっていう感じでしょ。そしてこっから矢印って書いてるな。一旦ハテナブロック叩いてみるか。ハテナブロックは何もないみたいだね。ごめんマリー、そのフェラーリを傷つけさせて。大丈夫マリー。いや、バケツ飛んでってなかった。それ洗車で使うやつじゃないの。じゃあここは一旦バブルを避けます。つ、ここバブルと一緒に入れっていう感じなんかな。それでバブルが抜けれるでしょう。そしてここはどうすればいいんでしょうか。いや、ちょっと待って、私のフェラーリが。ちょっと待ってくれ。まだ耐えるよ。ここでクルクルしながら僕耐えます。そしてあのブロックがなくなった瞬間、右にダッシュして進もう。さあ行けマリー、このまんま。フェラーリが。待って、危ない。え、こっちで受かったんかな。え、この下、うわ、やっぱいけないよね。このハテナブロックはキノコ。あ、なるほどね。ここに車を当ててキノコを出せっていうことなんじゃないかな。やっぱ乗り物のコースってめっちゃ楽しいよね。ここ右にダッシュして抜けれるのかな。あ、抜けれるんだね。そしてここであのキノコが出るから、ピョンチューが来て一緒に入りたいと思います。そんでこのキノコを取ったら、この下のブロックの方に行けると。いや怖いんで一個一個行きたいと思います。そしてこっから、あっ、いや、そういうじわじわやめて。じゃあここはヒップドロップして一番下まで行けば、このびっくりブロックはかわせるっていう感じだね。そして右手に石親父がいるんですけど、この石親父こっち来んのかな。あ、来ない感じだね。じゃああいつを呼び覚ます時が来た。さあ、いでよタイタン。そしてその力を持って、この星物とも全てを揺るがすがいい。 SK 魔法クレイク。そういや、真面目な話になるんだけど、今週があるじゃん。今週僕マジでめっちゃ忙しくて、動画があんまり出せそうにないんだよね。ペースで言えば2日に1個出せるペースで出しては行きたいと思うんだけど、もしかしたら2日空くかもしれない。じゃあここはパンを叩いてすぐ右にダッシュ。そしたらなるほどね、ここは左から行かなくちゃいけないんだね。やっぱ 3D のトロールコースって面白いね。個人的にね、やりやすいなとか好きって思うのは3のスキンだったり初代のスキンだったりするんだけど、車とかあるじゃんこういうの。やっぱそういうのが珍しいよね。さあここはつららを抜けて、デカの状態でよかったんでしょうか。あ、デカの状態でよかった感じだね。これ絶対取らない方がいいよ。いや、取る。いや、取った。取った瞬間すぐ上に逃げます。この顔面狂気が。この箱いらなかったんかな。でもあの箱を右に置かないと先に進めないもんね。なんで箱取った瞬間すぐ上に逃げる。これでいいのか。そしてここで箱を置いて右に進めるっていう感じだね。なんでこういうの求めてないよ。求めてるのはこれを見てる方たちだけだよ。ノースロー。僕は投げてない、置いただけなんだ。じゃあここは木箱を持ってこのまま進んでってみようか。あ、ここ足場あるんだね。そして次は下か上かも考えてもしょうがない。適当に投げてみるか。だいたいこういうの適当に投げた方が当たるんですね。いや、マジでトロールコース考えてもしょうがないから。いや、これ早く右に行こう。うわ、取れた取れた、やったね。そしてこのまんま土管に入るか右に行くか。一旦土管に入ってってみようか。こっちが正解じゃなさそうだね。完全に死に耐久じゃんこれ。ボム兵を左まで追ってこいっていう感じだね。いや、これめんどくせえ。ちょっとこれガチで集中していいかな。
ここ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 邪魔するんだってあいつ頼むっすよ。ここかどこかどこなんだ。もう適当にやってみるか。ここでこう。なんでオンオフしないの。そういう時だけ。今ちょっとカメの甲羅オンオフしない時あったよね。 100% 発動しないっていうことですか。あ、これ分かった分かった。僕がオンオフしてる時とこの亀の甲羅が綺麗に重なった時、なんかオンオフ発動ならないね。ちょっと言ってることわかるかな。今カルピス飲んできたね。ちょっとここから真面目にやっていこう。さあこっからオン、いや来たんじゃないこれ。よしよしよし、これでやっとやられるっていうことだね。いやカルピスの力すごいね。飲んだ瞬間クリアできたよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。ここは右に行けっていうことなんかな。上は行けないしね。なんであれなんか上行けないんだけど。ほらでんぐり返し。あ、でんぐり返しで行けるのね。そしてここ上に。完全に忘れてたね、このピョンチューの特徴。じゃあジャンプして、もう一回ジャンプすればこのピョンチュー倒せるでしょう。そしてここは B スイッチを持って一旦踏んでみる。あ、なんか勝手に戻ったんだけど、あれ踏んでみるスイッチ。そんなことはやめねえって。バトルじゃないんだからさ。なんかね、ここ強制的に土管に戻されるんだよね。矢印右って書いてるから右を進化してみる。いやもう分かった分かった。ここで右を進化する。そして P スイッチが左に行ったら上の透明土管に入れと、そういうことですね。このハテナブロックはなんだ。いやキノコ全然激アツだね。そしてこのまま先進めるのか。このピョンチューはどうなる。そしてこのまま左に行ったらピョンチュー倒した時にちくわブロックが出てきたんだよね。このちくわブロックが降りて左に行けっていうことなんだね。そして下が見えませんね。壁釣りで行くか。ヘビー壁釣りの術どうもないね。でここはうわどっちだろう。一旦上は行けないね。右行ってみようか。いや当たってないやろそれ。ここさパック踏んだら多分砲台で閉じ込められるよね。なんで右の方が正解だと思います。パックをむやみに踏んじゃいけないね。あーね、そういや僕あーねっていう言葉使うんだけど、たまにコメントでさあーねって何ですかっていうコメントがあるんだよね。あーなるほどねっていう意味なんだけど、福岡の方ってみんな使ってんかな。うわ来たよ、帰ってきましたフェラーリが。さあフェラーリと共に行きましょう。あの良いな。車の裏に左って書いてたんで左を進化してみる。それで行けるかな。あ、これでいけるんだね。さあ進んでいきましょう。そろそろ中間。いやあったね。さあ僕はここで待っておきます。ここで待っておいたら中間が やっぱ取れないね。なんとなくそんなことだと思ってたよ。自動化いいか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 いい。じゃあここは僕待ちたいと思います。そしてこれはどうしよう。右にダッシュでいけんのかな。シュもう一番右以外ない。ここで右ダッシュすれば中間ポイントが取れると、そういうことでしょう。よしよしよし、やっと取れたね。さあここでパンブロックは、いや投げなきゃいけないね。一緒に行ってみる。え、これダメなの。あ、ダメ。いやね、このパンブロックを持って右に進んでいいんじゃないかな。あーやっぱそうだよね。針消えたの見えたもんね。でドッスを倒してすぐ右に行けと。頼むって。誰そこをどいてって。いつも遊んであげてるじゃんか。後ろに友達2人いるでしょ。その2人と遊んでもらいなさい。だからそこをどけこのバレーと言ってもよ、こっからどうするかだよね。ドッスを倒したらいけない。で上もいけないでしょ。あ、わかったわかった。ここで投げるんだ。そしたら一番右のハテナブロックの中に入ってるバネは出さないで済んだっていうことですね。さあ進んでいきましょう。ここは上何もしない。いやうますぎ。でこの土管が正解だよきっと。そしてこの上に行って、いや全然全然多分合ってる。これはスターで、このままスターだよ。行けと。いや絶対こっち違う。だいたいこういう時はわならないですよ。え、中間ポイント戻し。うわマジかよ。いやでも中間ポイントすら取れないんだけど。え、なにこれ。え、どうすればいいのこれ。え、ジャストヒット CP1。 いやまあまあ当たったよねチェックポイントには。でもまだ進むべき道はあるもんね。こっちは何でしょうか。え、なにここ、なんか新しい道に出たね。このまま下に行って、
ああやられるだけか。ここは右の壁吊り戦法で行こう。多分それであのワープブロックに入らないで済むみたいな。そしてこの透明度感に行けるみたいいや絶対無理じゃん。アイナパーブロックより早く行けってのことでしょ。今ちょっと噛んだけど、どうなの、こっちが実は正解なんかな。あのパーブロックより先に行けないもん。いやでもここ死に対決でしょ、またする必要あるのか。めいや全然ある全然ある、こっちやっぱ正解なんだよ。おさっきた、さあスネア君今日は死ずるよ、僕に任せてピヨエボン。いやいけるかなこのスネア、ほんとに今まで罠に引っかかることしかされてないからね僕は、このスネアから。いやでも長いね、長いからちょっと安心感があるスネアパパだね。今日からこの長いのスネアパパと名付けます。さあここで下に降りてゴール、頼むスネオより早く下に降りてあのゴールしろっていう感じでしょ。ここどこ行くんだろうね、残念みたいな。オープス、いや分かってんだよそんなことは。どこに連れて行くかが問題。いやうまいねこの制作者さん、感情の揺さぶりが。いやそういうの好きだよ僕。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオなんたらかんたらファイナルということで、これね右にジャンプすればいいだけと思うんだけど、その割にめっちゃクリア率が低いんだよね。サムネを見る感じやさ、壁が斜めに設置されてあると思うんだけど、あれがなんかヒントになると思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.24% で、このコース名ってさ中国語なんかな。いや結構多くない、マリオメーカーのコース名で中国語で書いてる人。あれなんだろうね。まあとりあえず左からダッシュして右にジャンプしてもやっぱいけないよね。上の壁に当たるなっていうことなんかな。なんでギリギリでちょびちゃん。いや違うんだって。ちょっともう一回やり直していい？左からダッシュしてちょびちゃん。いやこれでもダメか。やっぱタスジャンしなきゃいけないのかな。この落ちるギリギリのところまでダッシュして右にジャンプするみたい。それだったらさめっちゃ難しいよね今からみんな。このシーンばっかり見ると思うばい。これ見た目の 1.00 倍は難しいね。こっから、いや今結構ギリギリでジャンプしたと思うんだけどゴールバーに届かないんだよね。まだだまだ策は尽きてない。僕が今までに習得した全てのスキルを使ってこのコースを攻略していきたいと思います。まず一つ目、ムーンウォークミラクルサンダーアタック、スーパーミラクルローリングサンダーアタック。もう分かった、今まで温めてきた新技を出せということですね。スーパーミラクルローリングサンダーだ、ペペペペー避けるな。ちょっと真面目にやってくすいませんね、いつもこんなんで。これガチな話すると空中浮遊が必要になるんじゃないかな。なんでジャンプした瞬間もう一回 A ボタンを押してみようか。ジャンプボタンを素早く2回押すことによってマリオが空中にいる滞在時間が長くなるんですよね。それを利用していったらお花畑レッツゴー。多分だけどさらに上のこの壁があるじゃん斜めの、これに当たらないように照射をしなくちゃいけないみたいな。うわこれマジでむずいね。ちょっと走りながらバッファージャンプも入れてみるね。なんでここで A ボタンを素早く2回、やったいやこういう系の一発マリオってたくさんあるけどこのパターンは初めて見たね。で今クリアした感じやさ、タス乗りの必要はなかったっぽいね。ただ最速が1秒台なんだけど本当にそれでいけんのかって思うんですよ。ちょっと試してみていいかな。まあ、1秒って言ったらさすぐ右にダッシュしてジャンプ2回すれば。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。